んちゃじゃはい、ラグビーオンラインチャンネルです、ね、世界のラグビー用品をご紹介するチャンネルでございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。わーい。はい、今日ご紹介するのはこちらですよ、はい、こちらね、もういい中でのおっちゃんがね、こんなパーパンを履いて出るわけです。人前にこれだけ分かっていただけると嬉しいですよ、はい、まあ、これですから頑張っていきますよ、はい、はい、今日紹介するのはこちらです。フランス代表のアディダス製の、トレーニングショーツですね。つまりハーフパンツのことです。で、これね、一番まず言いたいのはこの上のこれが芯が、はい、とアッて座って切るとここがシャッ、これが何かは知らないけどここがシャッ、こういうことです。これ買ってたらこれ持ってください。こういうことです。上下でいってください。はい。でも、ただ、これはですけどね、あのね、俗に言うね、テロテロ系です。薄手のハーフパンツです。で、オールブラックスも今年出してるんですよ、同じようなハーフパンツ。もうね、同じですね、あ、感覚は同じで、私今サイズ S 履いてますけど、これも、これもこれもこれもなんですけど、日本未発売モデル、はい、つまり海外限定なんですね。ということはサイズ感覚が海外の S、M、L、XL となっているので、日本サイズも L はありますか、ありませんって話でございます。まあ、詳しくは本あの各ページのね、ところを見ていただければと思いますけど、海外サイズ続きになっているのでご注意をいただきたいということでございます。なんでしょうね、非常にいいんですよ、あの合ってるかも。これ多分上下で考えられてる、はい、あれですね、デザインされてるね。でも知ってます？これここはフランスあれです。大体こうやってクロスになってる。これ覚えてる？こっちに一緒になる。チームってなかなか見たことない。大体自分の見てくるとこうやっております。でこれ唯一だね。唯一今回紹介したのが唯一三本ライン。はい。はい、俺の言うこれは三本ラインの代わりっていうのはちょっと違うのかな。これ入れてる。で、ポッケがついてます、はい、ポッケ、このデザインの内側がポッケで、2箇所、そしていいのがチャツチャツ着てます。で、ポッケがね、メッシュになってるんで、これ多分このまま水行ってもっていうところを想定はされてるかもしれない。ただちょっとポッケが後ろかな。まあいいか、ポッケが来ます。はい、で、これが質問なんです。ポリエステル製造、メイドインどこからだ。で、これちなみに言っときますよ、これがベトナムです、はい、で、これがカンボジアです、はい、ときたベトナム、カンボジア、中国、はい、中国、正解。分かってきたね。チャイナ、これチャイナ製。いや、でも確かオールブラックスのやつもチャイナの時は多分同じ工場だろうなと思いながらでしょうね。はい、で、これね、何気にこう言ってたやつが、あ、この1個紐あるけど、こういうとこなんですよ。この紐とこのショーツの色が合ってる。はい、結構むずいんですよ、ね、こういうの難しい。この位置に合わせた紐をゲットしてくるあたりが、まあ当たり前っちゃ全然それありですね。で、でもね、なんかなんだろう、この伸びの帯する伸びの素材なんですよ。だから非常に動きやすい。これもこのままなんかできそうなんですよ。できたんですよ、私も昔は。今はこう見えてるんですよ。こう見えて私ね、コーチ資格取ったんですよ、はい、まあ、まだ取ってると思うんですけど、コーチもうやらない。うちの某同僚はですね、すごい青タン作ってたんですよね。かさぶた作ったり、もう50近いおじさんが顔とかにかさぶたとか作っちゃダメだと。顔かさぶたなんて小学生でも最近ないじゃないですか。昔昭和の子とかあったけど、そんなんさ、普通にこんにちはとか言った時にかさぶたとかあったら、青タンとかあったら大丈夫ですかってなるよね。喧嘩でもしましたみたいな。いや、ラグビーなんですね。ラグビーかいみたいな。それちょっともうそろそろ卒業かなみたいな感じであるんですね。はい、というわけでね、僕はですよ、やらないけれども、やる人の気持ちは分かる、はい、これ非常に気持ちいいと俺は思う。
まあだけど転がコーチもありえるっちゃあり、こういうコーチとかいるよね。います。分け幅で。うんうん。なんかもうなんか一人なんか。KR とかね、RK 今 RK なんてビッとしてるでしょはい、というわけでもうね、そんなことは話しとかないですね。はい、というわけで今日ご紹介したのはこちらです。トレーニングショットですね、24にモデルフランスなんだけど、フランスの僕がまとめてますよ。フランスグッズがいっぱい入ってたんでやってるんですけど、ジャージとパンツレプリカハーフショットは日本入荷モデルになっているので日本のサイズなんです。それ以外のものは、海外入荷モデルになっているので海外サイズになっているのでちょっとご注意くださいね。だからこれとハーフパンツじゃなくてレプリカショットを使うときはサイズが微妙に違うかもしれなかったりするので頭に入れておいてください。これも海外入荷モデルになっているのでよろしければ基本的にはウェブの方でご注文いただければというふうに思っております。はい、というわけでご紹介はこちらのショーツでした。よろしければ下の方見てみてください。では、バイバイ。